皆様こんにちは。ピーター鈴木でございます。ピーター鈴木の横丁話と称して日本の音楽界に関係のあった内外の方々との個人的なエピソードをお話しております。今日は先月に続いて、ヤマハの創始、会長であり財団法人ヤマ音楽振興会の理事長を務めておられた川上源一氏が海外で叙勲をされる、その一コマですね。先月はタイ王国からの叙勲、今月号はベルギー、ここも王国ですね、からの叙勲のお話をしたいと思います。同じく音楽普及ということで、JOC の子どもたちを5人、派遣をして、演奏会をしたと、その模様もお話をしたいと思います。タイの叙勲が1986年でございましたが、翌年の1987年、3月5日に実は成田から立って、ロンドン経由ベルギーブラッセルに着いたわけですね。で、ベルギーご存知の通り、ヨーロッパのどちらかというと小さな国といったらいいでしょうか、王国ではあります。九州ぐらいの大きさで、人口も1150万か1200万ぐらいでしょうか。九州の、日本の九州の人口が1400万を超えるぐらいですから、大体面積と人口的には同じぐらいのところです。これは一国、ただし、周りが、フランスであるとかルクセンブルクであるとか、ドイツとかが面しておりますので、いろんな文化がこう入り乱っております。で、ブラセルはほとんどフランス語ですが、フレマン語を話す人もいるし、それからドイツ語圏というのもあるんですね。ですから、いろんな言葉だけでなくて文化が交差しているところですね。そこへ参りました。3月6日、これはベルギー政府からレオポルド・コマンドール勲章、これは最高のやっぱり勲章ですね、をいただきました。この勲章の趣旨は、ベルギーにおける産業貢献、人的交流の架け橋として、功績が高く評価されるものに対して、ベルギーでは、民間人というかですね、与えられる最高位のものだそうです。これはこれもちょっと写真を少し持ってまいりましたので、これレセプションのところで、JOC の子供、生徒ですね、これ山下千尋さんという方です。お姉さん山下美香さんというのがおられるんですが、このベルギーに行ったら千尋さんのこと、理事長に花束で祝福をするという場面です。叙勲の時の写真がないんですが、レセプションのところで、勲章を、みんなに見ていただいているところですね。この3月6日の叙勲の後、3月7日の日は、車で我々小さいですから、いろんなところ行けるんですが、ゲンツとかブルージュ、いわゆる中世の都ですね、そこを見学をしたりして、女性の子どもたちも一緒ですけれども、しておりました。このレオポルド・コマンドール勲章というのを、6日の日に受章をして、で、最初の JOC はブラッセルで行われました。で、ここは
ロイヤルサーカスコンサートホール、まあ、これも大きなホールでした。で、叙勲が終わった後でもんですから、こう来る人たちっていうのはブラックタイ、まあ、蝶ネクタイでタキシードで、まあ、厳かにヨーロッパ風に皆さん集まって華やかな、まあ、演奏を聴くことになりました。で、まあ、5人の演奏者、みんなベテランたちというかですね、日本でも優秀な人たちですから、まあ、みんな拍手喝采どころか大変な人気になりました。まあ、その後日本大使館、大使の公邸で、まあ、レセプションがあったりしたんですね。まあ、そういうようなことで、まあ、1日、叙勲とコンサートとレセプション、これはブラッセルで行われました。で、翌日は、まあ、ちょっと観光を含めて、いろんなところに行ったんですが、会長というか理事長も、あ、これはベルギーはいろんな文化が入っていて、多分食文化もフランス料理だけじゃなくていろんなのが入ってるはずだと、これはすごく面白いなと、いうようなことをしきりに言ってまして、実は、まあ、川上源一氏は、当時ヤマハレクリエーションという会社があって、ホテルをやったり、まあ、リゾートをやったり、しておりました。で、食材を結構凝っておりまして、エピキュリアン料理という本まで出してるんですね。まあ、そんなことで、まあ、グルメ、とは違うんだって本人言ってました。グルメっていうのは材料を買ってきて、まあ、料理をいかにうまくするか、私のエピキュリアンだと、まあ、快楽主義っていうかですね、これはもう材料そのものをこう斬新なもの、オリジナルのものということを考えてやった料理なんだと。ですから、日本でイノブタ、イノシシと豚と掛け合わせたりなんかする、まあ、それを自分でやって飼育させたりですね、コーニシゲーメヘン、これはまあ茶葉みたいなあれですけど、まあ、赤身の肉の鶏ですね、まあ、こういろいろ、まあ、アメリカから生きたものを輸入して、まあ、増殖して料理にするとかですね、まあ、いろんなことを やりました。まあ、そんなことがあって、こう雑談をしているうちに、やっぱり、取引先の御礼って言うんですけども、判例って書いて、まあ、フランス語読みすると御礼、女性の方でした。で、これはフランスに渡るとフランス御礼、のフランス御礼のおばさんにあたる人がベルギーの、まあ、本店って言った方がいいんですよね、社長さんがやっておりました。まあ、彼女が気を利かして、まあ、いわゆる、こう変わった料理を紹介してくださったんですね。例えばちょうどブラッセルから、結構離れてる、まあ、100キロぐらい離れているところにイノシシの料理があるんだと言うんで行くことにしました。これはデュルビュイ、ビュイっていう場所なんですけれども、ここにイノシシの料理があって、まあ、これ小さな、まあ、人口が700人ぐらいの小さなと、まあ、渓谷があって、そこにまあいろんなレストランがあるんですけれども、そこのイノシシ料理専門店、多分今でもあるんだろうと思いますが、サングリエデザルデンスというところで、まあ、昼食をするんですね。で、ここは、まあ、もう入り口は鹿の角でこう開けるんですけど、入るともうイノシシの燻製の、まあ、こう壁にこうかかったんですね、なんかあって、で、まあ、奥の部屋で食べたんですけど、まあ、チーズ用のブロックの木があるんですけど、その台にはまあ、イノシシの足の、まあ、燻製みたいになった剥製ですね、剥製になったのが置いてあったり、まあ
こう、まあ、地方らしい、ところでした、食べたのはイノシシのステーキですけども、意外に油気がなくて、牛のフィレミニオン、ご存知と思いますけど、フィレミニオンみたいな、まあ、味でとても美味しかったですね。まあそんなことをやって、で帰ってブラセルに戻ってきて、その晩は今度はまたあのフレンチ料理を食べるんですね。でこれはその都度、いろんな方とご一緒をするんですが、まあ、例えば運輸大臣とか、ヨーロッパフェスティバル担当大臣、とご一緒したり、しました。ヨーロッパの食事というのは大体2時間3時間平気で食べるんですね。ですから昼と夜と合計の時間がなんと7時間もかかるんですね。理事長と一緒に、まあ、ドイツだとかイギリスとかも行きますと、特にフランスでは、まあ、時間がゆっくりだもんですから食事をエンジョイするんですが、まあ、理事長は気が短いですから、なんで全部一緒に持ってこないんだと、一緒に持ってきてくれればパッと食べて5分で終わるのに、なんだとかなんていつも言われてたもんです。でもこの7時間の食事を、まあ、イノシシだなんだってあったもんですから、郷にいれば郷に従えて、まあ、ちょっと越に入りながら、まあ、あまり文句も言わずに、住んでおりました。まあ、そんなのを、まあ、やりながら、JOC を一方で演奏して歩くわけですね。
ベルギーはまあそんな大きくないですから、アントワープというオランダに面しているというか近いところで、演奏会も行われました。アントワープのは、まあ、2000人ぐらい入る、大きなホールでしたね。エリザベート王妃ホールといったんですが、まあ、ここの時はなんとオランダから、15台のバス800人、こう動員してきたんですね。ですからもう超満員、素晴らしい演奏会が行われました。で、まあ、また戻ってきてブラッセリーで、で一番最後はブリュージュ、これはまあ、運河で周りを囲まれているところですけれども、そこでの演奏会も行われました。最後の日はまた料理ですけれども、ブラッセルのちょっと郊外行ったところですね、こう白い、まあ、ホワイトハウスじゃないですけど白い、まあ、一軒家コムシェスワっていう、これはまあ有名なレストランがあります。多分今はもうビルの中だと思いますけど、オーナーシェフが出てきて、これはやっぱり鹿肉とかですね、そういう、肉料理でした。ここもとても美味しかったです。ここはちょっと、いろんな写真がありますので、写真を見ていただければと思います。ちょっとアルバムそのものですから、いろんな写真があるんですけど、まあ、これは勲章ですね。これはレセプション、これは山下千尋さんが、まあ、花束をお祝いで差し上げているところですね。ブラッセル、これが、まあ、演奏した子どもたちですね。5人の生徒さん方です。これ川上源一夫妻、これはリエージュですね、水の都ベニスとも言われ、北のベニスとも言われているところです。まあ、こんな写真をありました。最後の日は実は川上源一理事長と奥さんは和服姿になって、ちょっと郊外にある王宮、やっぱりベルギーですから王宮に行って、それでまあ王様に拝謁するということになりまして、でまあ車でこうちょっと郊外行って、でまあゲートがあって、ずっとまたそこからまあ綺麗な庭になってましたけども、車で入って、それでまあ宮殿があるんですね。でそこへまあお迎えてくださって、で王様も王妃も、まあ、ワンピースも気楽な格好をされていて、2階に上がって、まあ、少し寒暖をして降りてきて、で、まあ、暖炉があったんですけど、そこへ、まあ、写真新聞記者たちがこう、まあ、待ち構えてるんですね。で、まあ、王妃が、まあ、素晴らしい人で率先して、あ、どうぞどうぞ写真一緒に入りましょうっていうような感じで写真に入っておりました。まあそんなこう儀式というかですね、それからまあこれが一番最後の行事だったですね。で、まあベルギーはご存知のように日本の皇室とも非常に仲がいいというか親密ですが、この当時の王様は子供がいなかったんですね。ですから弟君がアルベール2世っていうんですけど、弟君が継いで、その息子さんフィリップ殿下が、まあ、今多分王様になっておられると思うんですね。まあそんなことで、川上源一、まあ、理事長はベルギーで3カ所で、JOC をやり、それで、まあ、勲章をいただいて、でなんとこういうんですね、いい音楽といい食事をは公爵はいらない、いちいち説明をする必要はないと、まあ、いい音楽とおいしい
食べ物を食べた後は一切もうそれで満足と、講釈はいらないと、と言って、まあ我々スタッフに言ってました。そのぐらいご満悦でお帰りになったと。まあこれが今日のお話です。ベルギーの、まあ、叙勲を受けたということですね。ありがとうございます。